今までありとあらゆる自転車のカスタムをしてきた私ですけども、今回は高かったけど効果があったカスタムと、そうでもねえなっていうカスタムをですね、ご紹介していきたいと思います。まず1つ目、コーティングです。自転車のコーティングね、結構流行ってると思います。いろんなところからやってますよね。ラバッチョさんもそうですし、僕はねクレスト4道さんっていうところのガラスのコーティングとかやったりしました。今のところ、トレックのドマーネ、キャノンデールトップストーンカーボン、この2つをねコーティングしました。でトップストーンカーボンに関してはチェーンをねチタンコーティングもですね実はやってまして、結構モリモリでやってます。これねめちゃくちゃ高いです。まあグレードによっていろいろあるし、サービスによってまあまちまちなんですけども、まあ数万円レベルの施工にはなるんですけども、これはね正直やってよかったと思ってます。まあ、やりたてはもちろんなんですけども、結構長続きするなという印象です。まあ1年ぐらいは余裕で経ってますけども、やばい泥道とか入ってもですね、水でほぼ全部やれてしまうのはですね、なかなか気持ちがいいもんだなと思います。フレームに関してはですね、かなり綺麗に保つことができるなという印象です。なんで個人的にはこれはやってよかった。続きましてセラミック BB、 これはですねよく分かんなかったですね。正直あんまり効果は感じませんでした。使ってる人いたらねごめんなさいなんですけども、まあ、僕レベルのローディーであればそんなに効果は感じないんじゃないかなと思います。まあ僕が鈍感なだけかもしれませんけども、普通の BB とセラミック BB ではゼロが1個変わってきます。まあ 2,3000 円の BB もあれば 2,3 万のセラミック BB とか結構ザラにありますけども、まあ平坦しかり上りしかりめちゃくちゃ、うわもう圧倒的に軽いかって言われたらよく分かんなかったっすね。まあなんか軽い気がするというか、もうどちらかというとお守り的な存在なのかなと正直思いました。はい、セラミックなんで結構要は抵抗が少なくなるねパーツであるので、めちゃくちゃ回転数が速い人とかであればもしかしたら差が感じるかもしれないですね。僕はまあ平坦であればまあ90、まあ言っても100がいくかなぐらいの感じだと思います。割とトルクで走るのが好きなタイプですね。登りに関してもハイケイデンスで登るというよりかは結構ふみふみして登るのが好きなタイプなので、もしかしたらねそのセラミックの影響っていうのはあんまり受けることができてないのかなと思いますが、まあ、僕個人としては、まあ、セラミックが感じる回転数って多分100、200のレベルじゃないんじゃないかなってなんとなくね思っちゃってます、正直なところね。続きまして TPU チューブ、ポリウレタンのねチューブですね。いわゆる超軽量のお高いチューブです。いろいろ試しました。はい、で今使ってるのはですねエイトスに実は今使ってます。はい、ということでこれはどうだったかと言われたら結構変わると思う。軽さだけで特化するならすごくいいなと思ってます。あとね、パンク耐性はね、悪くないと思います。まあ僕はですね、どのメーカーを使ってるかというと、シュアルベのやつを使ってます、僕は。基本的には満足。ただ、一回初期不良に出会っちゃいました。のバルブの付近がもう穴が開いていて、空気入れた瞬間にもうなんか終わってたっていうのはあったんで、まあやっぱり結構ショックだよね。はい、それは。うわ、マジか、俺の5000円みたいな。やっぱりこうパンクした時とかのダメージが大きいです。主にメンタルのそこそこ変わった印象です。ただ乗り心地に関してはまあ良くなったかって言われたらそうでもないかなと思ってます。乗り心地の部分に関しては自分は 25C のものしか試してないんで、まあ、正直何やっても硬いんですよ。ブチル使おうがもう TPU 使おうが多分どうせパンパンなんですけども、まあ、32C とか 40C でこのチューブを使うとしたら、まあ、もしかしたら乗り心地変わるかもしれませんが、自分はもう 28C とかでももうチューブレス化しちゃってるので、まあ、あんまり、まあ、予備のチューブとして使うにはちょっと贅沢すぎるし、結構使うシチュエーションは正直限られちゃってるかなと思ってます。エイトスはめちゃくちゃ軽量なので、まあ、軽量にね持ってっちゃってますけども、ただねパンク修理はめっちゃ楽ですね。ブチルと違ってねツルツルしてるので取り出したりするのもすごい楽ですし、挟み込みがあんまりこう少ないんじゃないかなと思いました。あとは畳んだ時めちゃくちゃちっちゃくなるので、工具入れとかポケットとかにシュッと入れられるのはすごくいいなと思いました。もう気持ちやすければいいなと思ってます。はい、正直なところね。続きましてカーボンボトルケージですね。これはね全
全くわからん。もう本当にこれは自己満のためですね。はい。正直、カーボンボトルケージよりもアルミのボトルケージの方が軽いものなんていっぱいゴロゴロありますよ、中には。まあ仮にカーボンが軽かったとしても、せいぜい 1g、2g って感じ。でも値段の差は2倍以上ってものが結構多いです。スパカズのボトルケージなんてめっちゃ軽いし、これよりも軽いボトルケージで結構探さないと多分大変だと思うけど、まあ値段も多分2倍以上、ものによっては1万円ぐらいするようなものもあるんで、まあ費用対効果あるかっつったらほぼないっすね。僕はですね、ドマーネに関してはプラスチックですし、エイトスに関してはスパカズ、トップストーンカーボン、グラベルに関しては今はフィドロックを使ってますね。って感じでカーボンボトルケージは使ってないです。はい。続きまして、ステムと一体型のハンドルですけども、これはね、良かったっす。非常に良い。満足感が特にすごいですね。もし使うなら、多分ポジションバシッと合わせてからじゃないとよろしくないと思うんですけども、結構ね、ポジションも自分の乗り方が変わったりとか、慣れてくるとですね、例えばどんどんね、ポジションがエアロになってくると、その分やっぱりね、ハンドル伸ばしたくなるので、買い替えたりするのは高いんですけども、まず見た目だね。もう見た目8割かっこいいです。めちゃくちゃスマートです。自分はエイトスにつけてますけども、エイトスのこの細身のフレームに、パラアルピニストのハンドルはね、本当にかっこいいですね。めちゃくちゃ映えますね。まあ、乗り心地に関してはですね、まあ、やっぱ硬いですね、はい。まあまあ力を入れてもですね、あんまりしならないので、好みあるかもしれないですけども、自分はね、そこはね、気にしてないです。まあ、デメリットを言うなら、先ほども言いましたが、そのポジション合わせないと、ミスった時に結構痛い出費になっちゃう。あとはですね、ハンドルバーに、サイコンとか、ベルとかいろいろつける人いると思うんですけども、これがね、非常につけづらくなります。エアロ系のハンドルなんてなおさらですね、ほぼつけられないので専用のマウントを取り付けないといけないので、ちょっとこうハンドル周りのカスタムの自由が効かなくなるっていうのはちょっとデメリットだと思いますが、まあ僕はそもそもスマートなハンドル周りが大好きなので、まあこの辺は問題なかったですね。はい、そして最後ね、ちょっと軽く自分のね作ったパーツをね言うのもおかしいですけども、はい、いやらしい感じでるかもしれないですけども、自分が作ったビアトップキャップです。ごめんなさいね。ビールのね、王冠をパチンってはめられるトップキャップを作ったんですけども、これはですね、作ってよかったですし、まあ、作るのにもお金がかかったけども、よかったです。高かったけどよかったと思います。まあ、走りメインで、とにかく軽量重視でやりたい人は全くもってメリットはないんですけども、まあ、ハイエンドバイクしかり、エントリーバイクしかり、どんなバイクでも一気に遊び心が溢れる、パーツになってるので、個人的にはですね、やっぱ作ってよかったなと思ってますし、値段はね4000円とちょっと高いんですけども、結構ねいいものいいなと思ってます。エンドキャップももうね完成したので、間もなく発売という感じでございます。はい、まあ興味があったらね見てみてください。ということでね、今回はですね、高かったけどもやってよかったカスタム、そしてね微妙だなと思ったカスタムをですね、はい、皆さんにご紹介させていただきました。まあ自分の主観がちょっと多いんですけども、参考になったら嬉しいなと思ってます。もしもねこの動画が良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ